皆さん想像してみてください。ある部屋に通されると、机の上にはケーキの箱、それを持ち上げると中からご覧のような赤いボタンが出現。これあなたなら押しますか？ボタンというのは見たら押してしまいますね。これは人間の本質です。で、赤っていうのはもともとですね、もともと進化的に言った時に果物を我々は求めるんです。で、葉っぱの中に赤いものっていうのは果物なんで、これつい取るっていう。先生がもしあったら押しちゃいますか？もちろん一緒に押しちゃいますよ。何が起こるかは予測不能だが、押さずにはいられない赤いボタン、禁断の果たして押したい欲望を抑えられるか。美女たちが赤いボタンに騙された。最初の美女は現在バラエティで大活躍のハーフタレント、シェリー。美女たちには CM の仕事が来たと偽り、撮影スタジオに呼び出した。通されたのは小道具部屋。ちょっと衣装、多分5分ぐらい、はい。それでは実験スタート。入室から5分、ケーキの箱に手が伸びた。押すのかな。自分への差し入れだと思うのが芸能人。まあこう置いてあった。そうだよね。不幸につながる赤いボタン。しかも2度3度と押すたびにその不幸は加速する。シェリー、押さずにいられるか。明らかにおかしい。押した。欲望が招いた悲劇。騙された大賞2019です。正直寒いです。もう一度すいません。もう一度。もう一回。はい、今の気持ちをカメラに向かって言えばいいですか？そうです。違うこと言った方がいいってことですよね、きっと。今のはちょっと使いづらいっていうことですか？そうです。続いて餌食となるのはアラサー美女4人組マックス。ようやるな。でもボタンの誘惑に勝つことができるか。と、ここでリナがお手洗いへ向かおうとする。ん？あ、押す？引く？あ、でもいいでしょ。嘘だよ。そういえばこの部屋には怪しいものがもう一つ。すごい、りちゃん。最後、押さずにはいられないはず。これ開くの？え、怖い。なんか怖い。でもよく考えて、これを押さないと多分出れないよね。うん、なんかそんな気がする。押すっきゃない。いいの？いいの？私たち？押すっきゃない。押した。トラトラ風船発射。
所2011です。ありがとうございます。え、今年2011だって。誰だもされた。私たち。次のエディクトまでロックする。Subscribe now.